全国の英語の皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。台風10号が来るはずなんですけれども、今日ですね、なぜか晴天でですね、もう海水浴に行こうかなというような天気でございます。さて今日はですね、2回目になりますが、松下幸之助降臨、母を助けるということで、もっと詳しくということで、お話ししたいと思います。神様の話ですので、喋るのは簡単なんですけれども、私の動画を見られる方がですね、頭の中でなかなか整理しにくいのではないかということもありまして、図面にというか、紙に書いた方が分かりやすいのではないかということで、書きました。私の母親はですね、神様をやっていました。それで80歳でも亡くなったわけなんですけれども、この親神様と書いてありますけれども、結局修行しなきゃいけませんので、10歳で亡くなりましたけれども、母親が確か言うには36歳ぐらいから、神修行に入ってですね、44年ぐらい神様やっていたわけなんです。で、これは仕事なんですけれども、母親が再婚しましたの仕事なんですけれども、私のばあさんは優しい人です。はい。このばあさんは本当にもうババアですね。子供ながらに見てですね、どうもやっぱりいい人だなというふうには全く思わなかったぐらいの、この二人とも人相してましたね。で、多分これ1年間続いたと思うんですけれども、この二人がですね、やっぱり入れ替わり立ち替わり、時々二人一緒に来たような記憶があるんですけど、これは嫉妬なんですね。で、この何の嫉妬かと言いますと、前回お話ししましたが、いわゆるですね、生きている時からですね、やっぱりいい人じゃなかったもんですから、やっぱり地獄に落ちたわけですね。はい。で、要するに、親神様や姑がですね、結局その、嫉妬するわけですよ。つまり、その自分たちは地獄にいるということはもうこの彼女二人は分かっているはずなんですね。で、後ほどちょっとこちらに書きましたけれども、地獄のですね、まだ下の、どれぐらい下か分かりませんけど、相当地下、深いところの地獄に、追いやられているということなんですね。で、それで母がかなりやっぱりこう弱ってきたので、そこでですね、松下幸之助さんが降臨されてですね、いわゆるブロックをしたということなんですね。そしてこの、いわゆる嫉妬のこの赤い矢印がですね、このブロックされた、大きな自分たちの矢印が今度このブロックされて、縦になってるわけですから、大きく跳ね返ってですね、この二人に跳ね返っていったと。で、私も時々母親のそばにいましたので、その時はこの二人の仏さんは来なかったんですけれども、先ほど言いましたね、地獄の下の下、まだ下の下ということで、いわゆるですね、ちょっと字が間違っていますが、いわゆるこの世ですね、この世はこれでいいですかね、この世でですね、間違ってたらごめんなさいね、この世でですね、嫉妬とですね、人の目をつむと地獄へ行くだろうと、いうふうに思います。特にその母親の場合には、神修行をしていたわけですので、その親神様という親がですね、要するに子供の目をつむようなことをしていいのかと。で、これがですね、いわゆるその神様を拝むということがですね、いわゆるそのもう金儲けに完全になっているということなんですね。で、金儲けは私は悪いと思ってはいないんですよ。やっぱりその神様も生きていかなきゃいけませんので、すべてただよというわけにいきませんので、それはそれでいいんですが、やはり人の目をつむ、つまり親が子供の、
親神様がですね、子神様のですね、目をつむようなことをしていいのかと。やはりその神様、神様、その人人によってですね、降りてくる神様も違いますので、こういったことでいいのかということがですね、積もり積もってですね、地獄へ行ったということなんですね。さて、その、まあ、こういった話はまた次回、違った動画というような形で考えて撮りたいと思いますが、そこで我々が考えなければいけないのは、松下幸之助さんは経営の神様であるということは、知っている人は知っているわけなんですが、個人になったが、全国を飛び回っているわけですね。普通であれば、普通の考え方であればですね、経営の神様であるって、ここでもだってストップしているわけなんですね。で、それを個人になった、いろいろ仏様になりましたということで、普通でしたら、まあ、松下幸之助さんのお墓に行って、まあ、拝むとかいうこともあるかもしれませんが、まさかですね、全国を飛び回って、まあ、いろんな人たちをですね、助けているのは間違いないというふうに思っております。で、ここに何らかの形でということで、書きましたが、やはり何らかの形でですね、幸之助さんは人を助けているというふうに、私は見ています。はい。で、もしもですね、皆さんが困ったことがあったら、偉人たちの魂に問いかけてみたらどうでしょうか、というこれも一つの提案でございます。つまり困ったことというのは、お金、恋愛、人間関係、それから勉強であるとか、いろいろ受験であるとか、進学であるとか、子育てであるとか、まあ、そういう、まあ、いろんな、ことがありますよね。困ったことがあります。で、そういった時に、その、自分が困っていることに関して詳しい、まあ、偉人の方ですね、いらっしゃったら、その人の魂に声をかけて、いただいたらどうでしょうか。例えば経営に困っている方がいます。松下幸之助さん、まあ業種は別としましてね、松下幸之助さんをにこう願うわけですよ。今現状はこうなんですよと、幸之助さん、何かアドバイスありませんかということで、人の前で言うとあいつはおかしいとかなりますので、心で、から問いかけてみるというふうにしたらどうでしょうか。そうすると、今日願ったからといって、お願いしたからといって、はいはいというふうにですね、はなりませんけれども、いつの日か夢枕に立たれるかもしれません。かもですよ。はい。で、最後になりましたが、私がですね、松下幸之助さんに注意されていることと、松下幸之助さんからですね、お願い事があるんですよ。こう2つあるの、この2つ。まあ、笑っていただいても結構なんですけどね。注意点。これ1つしか言われてないです。まあ、ここに君はと書いてませんけど、君はもっと私の本を読みなさいと。いうことを言われております。読んではいます。パソコンの左側に本は置いてはあるんですけども、はい、他の人の本を読むのが忙しくてですね、もう読んでいないというような、ことでございます。はい。それからも実はここのこの台になっている本があるんです。分厚い本があるんですけど、これ1冊5万円の本なんですけどね、大塚製薬の大塚さんが書いた本なんですけど、これも読んだりとか、もうこれはまだ、じっくり読んではいませんけど、ここに見えてませんけど、本があるんですよ。まあ、実はね、こういう感じで本があるんですよ。これ、これ1冊5万円する本なんですけどもね、まあ、2冊で1万円で、はい、運よくアマゾンから変えたんですけどもね、まあ、こういう本を読むのも悪くはないんだけれども、まあ、自分の本をもっと読みなさいよということで、まあ、注意されてますね。それからお願いとしてはですね、お願いとは言われてませんけど、お願いしますとは当然言われてませんけども、
まあお願いというか、まあ言われているのは、お金持ちになったら全てパナソニックにしなさいと、いうことなんですね。でまあ今はいはいということで、言ってるわけなんですけども、例えば、まあ極端な話ですよ、来月新築しましたって言った時はもう全てもパナソニック製品に、変えると。で今シャープの洗濯機使ってますけど、それはもうリサイクルに出すとか、冷蔵庫はシャープなんですけども、それも全部リサイクルなりなんなりに出して全てパナソニックにしようと、もう本気で考えています。まあお金持ちになりましたらね、お金持ちになりましたら何でもできますので、はい、可能であります。はい、で最後にちょっとまとめとしましてですね、まあちょっとお話をちょっと戻したいと思いますけれども、いわゆる母親の場合にはですね、ちょっとカメラちょっと頭下げます、はい、親神様と姑のいわゆる嫉妬ですね、嫉妬があってですね、だいぶ体力が弱りまして、もう1年ぐらいそういうのが続きましたけども、幸いなことに幸之助さんが、ブロックしまして、はい、それでかなり母親を助けました。生前、幸之助さんと母親は話をしているわけなんですけれども、要するになんでそういうふうに俗にも体力が落ちてきているんだみたいなことを確か、おっしゃられたんじゃないかと思いますけれども、まあ、こういうことで親神様とそれから舅の嫉妬で体力が落ちているんだということで、幸之助さんがどういう形で成敗したのかブロックをかけたのか、そのあたりはちょっと記憶にありませんけれども、こういうことでですね、母親はかなり80歳までは延命ができたんじゃないかなと思います。最後の79歳からの1年間はだいぶ体力的にもきつかったのはもう目の当たりにしていますので、今思えば辛かったんだろうなというふうに思っています。まあ、ということで皆さんもですね、ぜひ神様を信じるとか、いろんな考え方やり方がありますが、もしもその神様を信じるのであればですね、こういった偉人たちの皆さんもですね、実は神様になってですね、世界中は分かりませんが、日本中隅々、我々を何らかの形で ですね、助けていると、何らかの形でですね、何らかの形でですね、人助けをしているというふうに思います。ということで、今回は前回の動画をもうちょっと詳しく、こういうふうに紙に書いてですね、皆さんに分かりやすくしたつもりで、ございます。次回の動画まで、皆様ごきげんよう、さようなら。いつもご視聴誠にありがとうございました。